ティグラのデジョンです。今回はね、クラッシュマスチャレンジ4日目ですね。こちらも2分で解説していきたいと思います。これはめちゃくちゃ簡単です。はい。クラッシュチームって書いてあるね。クラン城の真ん中めがけて、天才落としてあげると、こんな感じで、投石機がね、4個も一気に壊すことができます。まあ、これやってくださいっていうね、そういう配置になってますね。で、クイヒーの方をね、この雪だるま可愛いんですけど、虹のね、腕のところから侵入してあげて、これ上のね、顔の左側にね、スペースがあるんですよ。これなぜか。どういうわけかわかんないんですけど。そこからね、ラムライダーを登場させてあげることで、穴を開けて合流していく感じになりますので、まあ、ちょっと、この後見ててください。はい。まあ、これはね、かなり安定感ある、クリア方法になると思いますし、結構簡単なのでね。まあ、3日目かね、まあ、今まで出てきたチャレンジの中だと一番難しいかなとは思ってたんですけど、こんな感じですね。左側の方穴開けしてあげて合流。で、ここからキングともうおでんまで一緒に行っちゃいましょう。で、上から登場して、このウィザードの塔を壊すと防衛施設がなくなるので、この後ね、ラムライダーで穴を開けていきます。はい、ドドドドドドッと。そうすることでキングが奥の方に入っていって合流ができると。で、なんとなーくね、進んできたなーみたいなところ、キング。で、ポイズン使わないであげてね、援軍に対して、ヒーローにかけてあげてください、ここ。これ、インビジブルタワーと、フリーズのトラップがね、結構邪魔でね、気をつけなきゃいけないポイントなんですが、最終部、このフィストに合わせて、トームを合わせていくことで、めちゃくちゃ、キングが伸びてくると。ヒーローレベルがね、攻撃側のレベルが50、50、20なんですけど、対戦相手の防衛がね、普通に、レベル高いんですよ。85とかなんでね。まあそういう意味でもこのトームは必要になってくるよっていうところ。で、最後ちょっとゴブリン足してるんですけど、皆さん3時ですね、これ。3時にね、いつも通り、奴らが現れるので、まあ奴らではないね。奴が現れるのでね。まあちょっとここだけ僕もファーストチャレンジだったので忘れてましたが、こんな形でクリアしてあげると、綺麗にクリアできるかなと思います。まあ、これはね、かなり安全にクリアできると思うので、ぜひ真似してみてください。というわけで今回はこんな感じだと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。それ。